忙しいところお時間いただきましてありがとうございます。11月7日から下駄の長井画廊で、デッサン展ということで、今回、第5回目、2010年から毎年開催されてきましたけれども、昨年はちょっと画廊の事情で、移転ということがあってお休みをさせていただきました、また今年、今回改めて、かつ、デッサン展ということでお話をしたいと思うんですけれども、初めに2012年第1回、その1年前ですね、先生に、デッサンで、博物館の皆様の手中をやりたいということでご相談させていただきました、私の中で前々からやはりその絵の骨格といいますか、最も大事な、デッサンを中心としての企画というのはいろいろ考えたいなと思っていまして、やはり現代作家の中でどういうメンバーでどういう形でデッサン展をやるかというときに、真っ先に私は博物館というイメージが浮かんだんですね。で、先ほど先生に相談したときに、非常に私今でも印象に残っているのが、いや非常にいい企画だけど多分嫌がる人も出てくるだろうなということが非常に私の中で印象的でですね、おそらくそういう人もいらっしゃるかなということがありましたけれども、最初にその私が手伝ってのご相談した時の先生のお考えというか、非常に前向きにすぐご了解いただいたわけなんですが、その辺りからお話しいただけたらと思います。デッサンといいますのは、通常この頃はデッサン展覧会というのがありますから、公開することが多いんですけれども、本来造形を志す作家志望の人たちにとっては、まず基礎的な勉強としてしなければならないものなんですね。最近は芸大でも例えば施工デッサンなども非常に軽んじられているというふうに聞いておりますけれども、これは作家自身の自覚の問題で、やはりデッサンが必要だと思う人は徹底的にデッサンから始めるということをしませんと、目で見る力、それからそれを手に伝える時間的な速度、それからあとは熟練といったようなもので、自分がこういうふうに表現したいと思うものをとにかく前もって、単純な色彩でメモをしておくということから始まっていくんですね。で、そのデッサン力がないと、実はタブローにした場合でもなかなかうまくいかないということは、これはもう確実に私の経験上言えることです。昨日もちょっと運慶の彫刻の展覧会を見てきたんですが、彼なんかも特に立体ですから、もちろん平面の写生を含めた勉強もたくさんしたと思うんですが、立体になるとなおさら難しい。ですから博物館の場合には彫刻と絵画とは、これがデッサンの見せ方の一つの、大きな魅力になると思います。で、私などは彫刻のデッサンを見て実にマッスとしてのつかめ方、これが非常に優れてるなと思う。で、さっきの方はむしろ調子の美しさというものに傾いていくんですけれども、両方の展覧会で作家たちの展覧会で逆に私たちが非常に勉強になるわけですね。そうですね、今回、最初のデッサン展から、画家の方と彫刻家ということで、私の中でもやはり画家だけではなくて、彫刻家の方もぜひ入れたいなと思いがありまして、昔からというか以前から彫刻家のですね、デッサンという非常に魅力的な方が多いんですね、で、そういったものも折々に私も拝見していましたし、この企画をやり立たせるとすれば画家と彫刻家ということでね、今先生がおっしゃられたように、紹介することでこの企画の意味がより深まるかなという思いがありましたね。やはりもちろん、デッサンというのがですね、先ほどその最近ではいろいろデッサン展という企画があるけど、以前はあまりなかったですよね。昔もそれはそうですね。デッサンというのはあくまで自分の習作とかですね、下絵と
かですね、はい、なんとなくその自分の勉強のための、うん、本油絵を完成するための、うん、その前段階みたいな感覚が皆さんにどうもあったようで、はい、見せるものではないという印象だったと思うんですけど、でも実はそこに本当のその画家の、うん、あるいは彫刻家のその方のですね、本質が実は出てくる部分じゃないかなと、うん、そうですね、逆にそういうことが出ると思いますね、ところが最近あの美術館の中でも何人もいますけれども、写真をつまりデッサン代わりにして写真引き写しの絵がかなり見られるんです。彼らはおそらくね、デッサンをしてないから作品を描いてる場というものを人に見られたくない、デッサンももちろん描いてないから公開もできないという恐れは持ってると思うんですけれども、私は写真は参考程度ではそれは、例えばドガーが馬の走り方の研究をしたように、あるいは踊り子の瞬間の踊りを使うというのは実際はどうかということを確認するために写真を使った、あの使い方は正しいと思いますけど、引き写してやってますとね、私のアカデミーの中にも人でいるんですけれども、普段の絵を僕は知ってますから、彼がモデルを見て描いてるところを見て、この人はどうしてこんなに描けないのか、非常に不思議に思ったことがあるんですね。そうです。ですから最初にね、私がこの企画をご相談したときに、実は多分嫌がる人もいるだろうなという話が、まずもしかしたらそういうところかもしれないですね。うん、まあ、出来上がったあの完成作だけ見たときに、結構しっかりしたいいを描いてるなと思っても、やはりその人のデッサンを見せてくださいと、うん、見たいという話になったときにですね、今のようなことで、しっかりやっていれば、もちろん堂々と、ね、見せることができるでしょうか。はい、あるいはその写真の使い方もね、おっしゃったように、あくまで、まあ、参考としてやるのはいいけど、そのまま引き写しっていうのはね、はい、なんか本当に自分の、やってきたことがそのままなんか見られてしまうみたいなね、そうでしょうかね。そこにやはりその作家の本質がよく出るというところですよね。はい、私は非常に危惧しているのは、写真の利用を私はするなとは決して言わないんですけれども、はい、写真の利用の仕方を間違えると本当にただの引き写しになってしまう。自分が対象を見てどういうふうにものを見なきゃいけない、どういうふうな感動を得たかということがまず抜け落ちてしまうわけですね。ですから、ドガが言うようにデッサンというのはものの形ではないんだ、その形をどういうふうに自分が見るかという、その解釈の問題が大事だということを言っていますけれども、ね、そういうのが、ソビオカであるドガの言葉というのは、私は非常に重いと思います。はい、そうですね。いや、すごくいい言葉ですよね。うん、デッサンというのはフランス語ですよね。で、それは英語で翻訳すると、そのドローイング、はい、ドローイングという言葉が、ね、よく使われますけれども。いや、実はですね、私もちょっとデッサンとかドローイングってことをちょっと調べたんですけど、うん、ドローイングのですね、ドローっていう言葉の実は意味は、ドロー、まあ、線を引くってことがあるんですけど、引き出すっていう、あると、引き出すってことは対象の本質を引き出すっていう意味がそのドローイングにあるのかなと思いまして、はい、まさに今ドガが言われたという、ね、単に写すだけではない、引き出すものだと、はい、ですからその言葉の意味を考えたときに、ドローイングあるいはデッサンの本質は実はそこにあるのかなっていう印象がいたしまいますね。はい、デッサンというのはやはり修練として造形作家をするべき必要が、はい、で先ほどのドガがアングルに一度自分の進む方向について相談をしたときに、アングルの言葉でとにかく線を引きなさいと、物の形に沿ってもいいし、あるいは想像でもいいから、とにかく線を引きなさいというアドバイスをしたんです。で、ドガはそれを忠実に守ってその線を引き続けたという逸話があるんですけれども、確かにこれはもう単なる
タブローに直結しようとかなんとかっていうことを以前に自分 の, その修練として、ね、熱情に課して行っていることだなと私は思いますね。これ基本ですよね。これ多分もう油絵だけではなくて多分日本画の世界もだと思いますね、うん、はい、ね、でそれをいかに活かすか、どうもですね、最近、まあ、いろんな油絵を見てて、もちろん関心をする方も多いんですけど、逆に関心しない人の方が実は私の中では多くてですね、何かその完成作にすることで、まあ、完成作を目指すことでですね、基本的なところをおろそかにしても、写真みたいに表面だけなんかその綺麗に描けばね、見る側からすると、あ、綺麗ですね、で、うん、関心を持たれるっていう、うん、なんかちょっと安易なあの絵をよく見る感じがするんですね、はいはいはい、でその絵を描くっていうことでいくと、どうもその絵の具を塗るというか、なんかその描くということよりもなんか塗るという感じで何か綺麗に見せるみたいな印象があって、うん、そうすると基本的に描くということの原点がですね、おろそかになってくる、うん、ですから、だからこそ私のデッサンもですね、いろんな人のデッサンも私見たいなっていう思いはいつもあるんですよね、はい、で最近はいろいろ芸大とか美大でもあまりそういうことをやらないって聞くんですけどね。そうだそうですね。でもあれ入試試験なんかであるんですよね。あるんでしょうね、ですけど実際大学に入ると、はい、どうなんですか、卒業したとみなすのかね、どうなのかは、そのカリキュラムの中で、そういうふうな考えをしているんでしょうけど、私は学校の方針がどうであれ、作家のたるべき人は、自分でそれを先ほどの申し上げたように、自分に課して、修正続けるべきことだろうと思いますね。だんだん、やっぱり人間老化していきますから、目で見たものが、うまく手に伝わっていかない、うん、で目の記憶といいますか、それが長続きをしない、ですからついもう引き写しの作業に頼ってしまうという、うん、そういう悪弊を生んでいくんだろうと思いますね、うん、それをやることでね、まあ、それがまあ継続することで、その作品のね、意味がとにかく分かるか、まず見るということですね。そうですね、見るというのは、これはね、どうだかフランスの有名な哲学者が言ってるんですけど、見るということは見ることを欲することであるというふうに言ってるんです。アランでしたかね、そういう言葉がありますけれども、非常に大事なことで、まず見たい。それで私どもが、例えば、ただ、ものを見る。こうやって永井さんに見る、そういうことと、じゃあ永井さんを書こうと思って鉛筆を持って紙に向かったとき、見方が違うんですね。あ、これは非常に大きな差がありますね。じゃあどう自分が永井さんを見てどう表現するかということは、単純に話をしながら永井さんを見てるのと全く違う作業なんですね。普段先生があれですか、そのモデルと向き合って、どうなんですか、そういういろんなコミュニケーションを図って書く、うんうん、話ももちろんします。それから対象は毎週生き物ですから、はい、動いて当たり前、うん、でいろんなこと動きによってちょっと外目に行かれたらどうなるか、うん、例えば居眠りしたらうつむいたらどうなるか、うん、ということが分かる。ですから、瀬古デッサンのように、ただ設置した像ではなくてですね、生き物を描くんだら、その生き物が動いてる、生きてるという感覚を自分で持ちなさいと、でアカデミーにもいつも言うんですけど、お弟子さんは動くのが当たり前であると、動くなっていうことは言っちゃいけないと言うと。デッサンっていうと、基本はやっぱり人物デッサン、人体デッサン。人物デッサンが一番私は興味が。基本ですね。もちろん他の何を描いてもいいわけですけどね、うん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 、あんまりもちろんね、石膏デッサンみたいなことはありますけど、うん、やっぱ風景デッサンっていうのももちろんあるんですけど、はいはい、
なんとなくそれはやっぱりまたちょっと別の風景を描く人がまあ描くみたいなことで、基本は風景を描く人でも人体デッサンから、それはやるべきだろうと思いますね。うん、やっぱり対象がまあ生き物であるということで、まあ、いろいろ変化するものも、うん、まあ、人間ですから、まあ、呼吸をしたり、うん、その人の性格まで言わとっている深い作業ですよね。ですから私のアカデミーでよく話すのは、モデルさんがポーズをしてます。例えば椅子に座っている。あなたあの椅子に座ってごらん。そうするとモデルはどういうところに力がどういうふうに入って、体の動きがどうなって、体重がいかに椅子にかかってるかということが自分で実感をしてみないと、ただ見てるだけでは限界があるということは話はしてます。で、書くっていうことも、もうすぐいわゆる観察にもつながる。そうですね。改めて今お話を伺って思い出したことがありまして、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチが、はい、あの人のデッサンもすごい面白いんですけれどもダ・ヴィンチがまあいろんなことを絵を描くだけではなくて、うん、人体解剖から、うん、土木から建築からいわゆる地質学とかね、はい、もう死んだ場所のものを、はい、追求した方ですけど、はい、その中で実は絵を描くってことを最上位に置いていたりそういったものを研究する、検証するにあたって、それを絵にするっていうことが一番だと。で、絵画を一番よく。で、しかもその、まあ、いろんな宗教画とか神話が描いてますけど、そういったものでも自分は見たものしか描かないっていうことでおっしゃってて、よくその天使の羽を描くときも鳥の羽を描いて、綿密に描いてそれを天使の羽に描いてね。やはり、ある意味で、今の言葉で言えば本当にもうリアリストというか、うん、見てちょっと受けた感じでそれをまあ手に伝えると、うん、それが基本だってことですね。そうですね。私はね、レオナルドの、まあ、カルト、通常カルトと言われる、うん、はい、素晴らしい聖アンナとその家族の絵をロンドンで見たときに、うん、非常に入ってすぐのところにそのカルトがあるんですよ。もう、どぎも抜かれましたね。これはね、彼の油絵りの僕は素晴らしいなと実は思ったんですね。それと、もう一つはこの夏前に三菱一号館美術館で、ミケランジェロ、まあ、レオナルドとミケランジェロとの舞台でしたね、あります。あのミケランジェロの、レタと白鳥という絵のデッサン、スタイルデッサン、それを見てね、私はね、昔通常見てるもんですから、その頭で見に行ったんです。そうしましたね、画集と全く違うデリカシーで、あれだけ柔らかいタッチで、あれだけ力強いデッサンがよくできたなと。しかも描き尽くしてるわけじゃないんです。一番大事なところだけを描いてあるんですけれども、もうそれで一つの世界が出てくる。描いてないところも想像させる。そうなんですね。あれはすごいと思いましたね。描き尽くしてしまうこともいいですけれども、描きたがずに要所だけに密度を濃くして描いて、それで全体を見せるっていうことの素晴らしさっていうのを影響をさせてもらいました。いや、ミケランジェロのああいう装具を見る機会っていうのもね、はい、私もなくて、あの展覧会すごく興味深く拝見しましたけど、まあ、あの人は彫刻家ですけど、まあ、画家、システムレイヤーとか天井画とかね、あと建築もやってた方で、まあ、あの何もダ・ヴィンチとミケランジェロっていうのはもう万能の人でね、そうなんでもした方なんですけど、それでもやっぱりその描くという原点のその創業ですよね、はい、そこの素晴らしさというのを改めて見てみますよね。はい、同じように私はラファエロも好きなんですが、ラファエロのデッサンというのも素晴らしい賛美用のデッサンがありますけれども、あの線の柔軟さと緊張感を同時に持ったああいう線というのはなかなか引けないんじゃないですか。本当に自分で確信を持っていかないとああいう線が引けないと思いながら見てました。先生がですか、その一番お好きなというか、いろいろね、画家の方もいらっしゃるんですけど、特にそのデッサンでこの人っていう方って、
デッサンでは今申し上げた3人につきますね。それはもちろんあの他に魅力のあるだからドガのデッサンも私は素晴らしいと思うし、アングルも素晴らしい。アングルのデッサンのレゾネが私もそこの書の中にありますけれども、こんな小さな寸法を見ますと原寸なんですね。でこれで肖像を彼が何十号かの肖像画を描けるぐらいな書き込みをしてある、はい、あの素晴らしさを思ったそれで思い出すのはアングルの言葉にガラスの上あるいは鏡の上を灰が這いずるような筆の使い方で描きなさいと、そういうタッチで描きなさい。確かにグイッとやったらもうそれでおしまいになって、うん、調子を壊してしまうのが、うん、本当にそういう鉛筆のトーンであれが出来上がって一つの世界を持っているっていうのは、やっぱりアングルというのもすごい作品だと思います。いや、もうそれも19世紀ね、アングルだと、うん、まあ、それこそルネサンスの三巨匠から、まあ、そのいわゆるアカデミズムのね、はい、大きな流れですよね。それから先ほどの彫刻家のデッサンになりますけど、ロダンのデッサン、はい、ロダンは通常こういうアトリエに男女の裸を四五に自由にさせておいて、それで自分はスケッチブックに書く。ですからね、私はね、これ想像ですけれども、画面は見てないだろうと。モデルを見ながらもうそーっと書いていったんじゃないかと思うんですよ。ロダンのデッサンと何とも言えない、なんかそのムードというかね、はい、フォルムの捉え方がすごく独特ですね。動きのある動きのある、そうね、表現できうるということは、ちょっと止まっててくれって言えないですから。だからそれがだからまさに人体というか人間の姿なんですよね。先生もそういう書き方ってやりますか？いや、私はできません。できないですか？とってもできないですね。うん、ラフの場合、裸体の場合にはコスチュームよりも安いだろうとは思います。うん、コスチュームというのはあの、はい、そのひだが動くによって全く変わってしまいますから、はい、で、裸体の場合の方がもろにその動きが見えて描けるんだろうと思うんですけれども、うん、しかしそういうことを、ね、考えながら言いますと、あの八代由紀夫が言ったように、芸術っていうものはその哲学的なものではなくて、人間的な修練というものだと、そういうふうなことが聞こえてくるんですよね。人間として関係がきちっとしてないと、もうそういうデッサンの芸術といったようなものができないのかなと思ったりします。そうですか。今 ある意味でそういう、まず人間としての、 あの経験値も教養も少ない人たちがもう簡単に言っちゃうようなところがあるので。そうですね、おっしゃるようなそこからってなりますよね、はいはい、先ほどね、ちょっとあのこの方にあのピカソのね、はいはい、あれも版画ですけど、あのピカソもまあ、 あの生涯もあらゆる絵を描いたって言ってるんですけどね、ああいう若い頃からのデッサンってのは素晴らしいものがあって、まあ、そういったことを踏まえても晩年はやっぱりその経験値から生まれてくるまた、はい、あの絵画の素晴らしさですね。そうですね、やっぱある作家もう亡くなりましたけども、うん、ある作家でこれを持ってるっていう話を聞いたら、はい、素晴らしいもの持ってるねって言われましたね、はい、そうですね。ピカソはね、まだまだというか尽きせぬ、もう何万点って書いてますからね、はいはい、あのそれを一つ一つ紹介するだけでも大変なことなんですけど、まだまだピカソという人間像がね、うん、残したものも含めて我々は学ぶところが非常に大きいと思いますね、ピカソはもう彼の元になっているものというのはギリシャの彫絵ですよね、はい、赤絵だの黒絵だのあの線を実に見事に、ね、利用してますね。なかなかピカソの全体像がね、
大きすぎて、大きすぎられたんで、それで、ここにちょっと見えるぐらいなんですけど、時代によっていろんなもう、世間版化の表現につながってますけど、はい、元はその、彼のデッサンだというふうには思います。元があるから、あれだけの発展ができたと、展開ができたと。あのアビニオンの娘たち、はいはい、あれのフォルムの描き方って多分そこですよね。ほとんどの人たちがこうなんだこれはって感じですね、これが絵かっていう感じだったと思うんですけど、ピカソの中でもギリシャが多分あったと思いますしね、だいぶ以前ですけど、あのテレビの映像でアビニオンの街を空から見た映像があったんですよ、はいはい、かつてのアビニオンのその悲劇をピカソがどういうふうに追体験し表現したかというのが非常に興味を持ちましたね、うん、ですから多分今の多くの人たちが中山先生の絵を見て、その中山先生がピカソっていうのがね、多分つながる人少ないと思うんです、印象的に。それが逆に中山先生がピカソっていう感じすごいかもしれないんですけど、実はピカソの、ね、原点というのはそこですから、つながりますよね。いや、そういう意味では逆にね、私ももっともっと普段の、うん、もう例えば1日に8時間絵を描くとして、うん、少なくとも1時間はデッサンに費やしたいなとは思うんですけど、はい、なかなかそれができにくい、うん、デッサンしたいだと思います、ね、そうですか。デッサンはでも普段やっぱり本が油絵を描く前に結構描くこと、全くマテリアルを使わないで、いわゆる画像の一番最初の段階として、もう勝手に鉛筆で、うん、あこういったものを表現していこう、うん、こういうもので画面を構成しようという、うん、デッサンの非常にこう初発的な段階としてあります、うん、そういうものもあります。これはもう、うん、とても人に、お見せできるものではないですけれどもね、でもそれから始まって、じゃあ今度は筆を使って描いたらどうかというデッサン、それからさらに構造を詰めていったようなデッサン、ところがデッサンというのはモノクロがほとんどですから、色をつけますと、デッサンの形が正しいとは言えないんです。色のコントというのはバルーン対象、いろんなものがあって、これは伊藤清永先生がよくおっしゃっていたけど、最後まで俺の絵は動くぞ、だから最初に決めたその例えば線を、塗り絵みたいに線を決めてある中で塗るだけでは絵は決してできないというふうにはよくおっしゃってました。だから色がつくことでまた違う形になるんですか。変わります。形が変わる。変わりますね、それが面白いですね、ですから最初に形を決めてしまうということは、私も最初はもう木炭でこういう場合に当たりをつけるだけなんですけど、最後の最後までちょっとした調子の差、色の差で形が変わってくるんですね、ですからデッサン展の展覧会もですね、いわゆる今お話が出てきたようなデッサン以外で水彩とかパステルとか、実はいろいろなものが皆さん出てくるんですよ、ね、で最初にその展覧会やった時に結構来られた方から、いろいろあるんですねって言われて、なんかやっぱりデッサンっていうと先入観として、まあ今のお話も含めてそうですけども、モノトーンのですね、もう鉛筆なりのパターン、だけの、調子というイメージがあったと思うんですね。でただまあそれは人による解釈で、まあ油絵でなんとなくちょっともうちょっとこの博物館デッサン展の枠としては、ね、ちょっと広い枠組みで、はい、皆さんも考えるということがあると思いますけど、ただやはりデッサンとは何かってなった時にやっぱりそこですよね。そうですね、で意外にさっきの芸大美大もそうですけれども、いろんな実は団体などを拝見して、公務体などを拝見していても、なかなかこのグループで、このメンバーでデッサン
何か一番ですね、この博物会の皆様が改めてそこを一番大事なところっていうところですね、なさってるなって印象が強くて、はい、それだけに出品される作品もね、非常に楽しみになってますけど、先生が最近っていうか、その例えば日本画家なんかでも、特に日本画家の方がそのデッサンというか、むしろ修作あるいは下絵っていう感覚があるので、それを出さない人が洋画よりも多いと思うんですよ。はいはい、そうでしょうね。ねえねえ、はい、ですけど、やっぱり日本画家でも、ね、本当に昔からやっぱり線の芸術ですから、はい、日本画もね、もっとそういった出されてないといいんじゃないかな。前に、松屋でなんかデッサン展っていう企画が、現代のデッサン展っていうのが松屋でありました。私も何人目かで。そうですよね。で結構洋画家、日本画家の方も出されてましたよね、はい、ああいう形の企画としてはあったのか、いいですよね、私はね、ずいぶん以前ですけど、もう40年も前にあるデパートで、鏑木清方の展覧会を見たときに、鏑木清方の下絵を、つまりデッサンですね、飾ってあった。だからデッサン一枚、築地明石町という有名な絵なんですけど、あのデッサンの中にね、これぐらいな紙、何枚もその画面に貼ってあるんですよ。で、そこに形が入ってる。修正したものを、もっとこれがいい、もっとこれがいいって、まあ、水耕に水耕を重ねて書いたものが目の前にありましてね、感動しましたね。でも、あまりと違って、ああいう日本画というのは書き直しができない。ですから、もう最終的な学問としてまで、下ろしたりまで書いていって、それから本画に移るんでしょう。そういう場合に、まず場合のないような、結果を、色を想像しながら形を決めていって、最後まで突き詰めるという、あの方法も一つ素晴らしい方法だなと思います。やっぱりいい画家は、デッサンっていうのが即よって言った方がいいのかもしれないですけどね、素晴らしい方ですね、村上佳菜子とかね。そうですね、素晴らしいですね。の意味を皆さんに理解していただいた形で、もっと大きな、なんかね、デッサンの企画をいろんな形で出しをやりたいんですよね。はい、なかなか、あと現実問題として画廊でやるってなると、その、まあ、販売するっていうことも含めると、やはり色付きというか本画になった方が値段が高くなる商売につながるみたいなところがあるんですけど、はい、もちろんそれも大事なんですけども、基本に帰れということで、ですね、そこから何か目をしたいなというのがありますね。でも他の画廊のいろんな企画展見ても、デッサン展としてやられてるのは永井さんのところだけじゃないですか。意外にないんですね。ないですね。作家が個展でね、はい、ラブライと一緒に並べるというのは、どうしてあるんですか。もう究極的には本当にここの東西ではないんですが、いいデッサンのですね、ものをなんか連続してね、はい、やれると一つの感じになると思いますね。ですから最初にちょうど2011年にご相談行った時に、私もそのデッサンの思いがずっと前からありましたので、最初に先生から言われたら、ありそうでないって言われて、はい、それは先生ご自身はいわゆる古典でも、デッサンなんですか、発表は発表しますされてました、はい、来年の5月30日から三越が始まりますが、11月に入ってから次の年のお正月まで、千葉県立美術館からの手長の申し入れがあって、
それを具体化していくこと、それはもっとあの部屋が広いですから、はい、件数が多く展覧できる。あ、美術館での展覧会としては、まあ、千葉ではなかったですか？千葉では初めてです。非常に意外ですね。はいはい、ただまあ、あんまりあの交通の便がいいところではないから、うん、皆さんに、まあ、ラジオは出しますけれども、本当に来ていただくのは申し訳ないなと思う。出品作を中心に。はい、はい。まあ、100点を超えるぐらいまでのものは出品が十分可能です。そうですか。私はあの関力さんの展覧会が同じステージで行われた時に、初めて千葉県民に行ったんですが、その前、恥ずかしながら。千葉在住作家ね、いろいろ。東山さんも千葉でやる。いや、それは私は見てません。東山さんはね、私以前千葉の私立美術館で確か祀った時に、見ましたね。私立美術館もその時一度行っただけです。うん、まあ、あと市川市だよね、名前なさいましたけどね。今市川市ではあの、記念館がありますけれども、はい、東山記念館という名前だけで実は肖像作品がない。あれ市川のおそらくそのまあ皆さんがもっと東山さんのために力を使ってあるいは視力を使って美術館を作ればよかったですね。その時、今やろうとしてもまた値段が高いですから、なかなかそれはね。そういうことをしなかったためにほとんどもう千葉県から出てしまって、で肝心の記念館には時々展覧会ありますけど、借りてきた作品あるいは下絵といったようなものしかない、残念ながら。版画ですかね。まああのまた、新たな場所でね、またデッサン展、また前回からまあよりちょっとメンバーもちょっと絞った形ですけどね、また皆さんに。まあ、あれですね、あの中村先生、毎年あの立石だよね、はい、あの夏に過ごされて、まあ、そこを一つのアカデミーとして、まあ、先生方とあと巨匠という方が集まって、はい、うん、結構私も前に、ね、一度伺いましたけれども、印象としてかなり基本的な、まずデッサンから出る印象がありますよね。ですからそういったものをベースに、まあ、そこで皆さんより広くね、そういった、うん、先生ご自身もやっぱり蓼科に行くとまたここで書くのと違う思いで、うん、またその新鮮な気持ちでまたデッサンに臨むとか。そうですね、あの私も同じモデルさん、はい、皆さんも、まあ、あのなかなか場所がないんですよ、うんうんうん、ですから私は割と近距離がないと、はい、視力がちょっと不十分なものですから、はい、書きにくい。ところが遠い席ですとね、なかなか細部まで見えなくて、そうです困るんですけれども、でもそうやってデッサンを皆さんと一緒にやる、うん、その過程過程が皆さんの目に触れる、うん、それがそのアカデミーの皆さんの勉強にとてもなるという、どういうふうな書き方でどういうふうな出来上がりに近づいていくかということを目の当たりにできるということで、参考になるというふうに言われております、ね。どれだけそのものを見る時間が長いかということも、皆さんも見た途端に書き始めるんです。そこで先ほどの話ですよね、はいはい、まずその観察というか、ね、そこから自分が何を掴んでそれを見にするか、うん、でその間に時々あの椅子に腰掛けて笑うって皆さんに言うんですけれどもね、また実行する人は少ないですね。そうです。でも結局そういった人たちは皆さんやっぱりその立石なだけではなくて、やっぱり、ね、自分の戻ってからもね、はいはい、やっていかないと意味がないですからね。そうなんです。これは大事なだけの問題ではなくて、うん、日常的なものとして皆さんにそういう勉強の仕方はしてもらいたいと思います。うん、そうですね。
ただモデルがいつもいるかどうかわかんないけど、でもあんたは自画像描けばいいじゃないかって、ね、女性によく言うんですよ。でも自画像って難しいですよね。確かに難しいですね。やっぱ鏡見てる、はいはい、うん、でも自分は鏡でしか自分のことわからないわけで、でそれが本当なのかって、なんかどうなんですか、自画像描くって結構難しい。自画像っていうのは私はね、まあ、いろんな名作が残ってますし、今もそうかどうかわかりませんが、よくあの昔美術学校からあの卒業制作に自画像を添えて出すというふうなことが言われて、自画像の名作がちょっと残ってはいると思うんですね。特にあの青木茂なんかの自画像なんかもありますね。前あの芸大美術館で芸大の卒業展覧会がありました。必ず自画像を描くというね、はいはい、それが残されたっていう、私も 2,3 回自画像を若い頃描いたことがあるんですけれども、うん、ただ選抜がなかなか足りない時代だったので、またそのように絵を描いて、それしてしまって、自画像が存在しないんですけれども。でも自画像を描くっていうのも、多分もしかしたらその基本というか原点かもしれないですね、人間を描く。誰に遠慮することもない、なわけですから。そうですよね。はい、別にその、ね、誰かモデルさん描く場合にちょっともっと綺麗に描こうとかね、なんかあるかもしれないけど、自分を描くわけだから、そう、自分を描くっていうのが、もしかして自分のことは自分でそれ分かってるのか分かってないのか分かりませんが、一番描きやすいっていうかね、自分はこうであると。そうですね。いや、やっぱり人間はあの、私は誰かっていうことを知りたい。で、あの私が今描いてる絵も、もう題名が決まってまして、ね、はい、私は誰かっていう、私は誰っていうふうに言って、クエスチョンマークをつける題名を考えてますけど、まあ、究極の問いですね、それは。これはね、あの私はいろんなあの衣装を取っかえ引っかえ着せ替えて描いていく、女性がその衣装を着る気持ちの原点には、結局、私は誰かということを見つめるためにというのは、これはあのロラン・バルトが言ってるんですね。あのモードの体系という本の中でバルトが言う言葉で、私とは誰かという言葉があるんですよ。それはやはり一番興味のある中に、何よりも自分だろうと、一番知ってるはずの自分が本当はよく分かってないということなんでしょうかね。人から言われて分かるみたいな、それでいろんな洋服を着てみて、いろんな面を自分が持っているという、いろんな風に見えることを持っているという、そういう世界的なところで自分を再発見しているということか、自分とは何か、自分は誰かっていうのを発見するという意味でも、その自画像を描くっていう行為が、はい、もしかしたらそこに尽きるかもしれない。そうですね。先ほど そのダ・ヴィンチかいろんなジャンルのものを、あの極めようとしたけど、そういった中でやっぱり絵を最上位に置いてるっていうのは、まさにそれを表現、描写できる 絵の凄さっていうのを、はい、多分、思っていたのかなと。私は中学時代にね、あの、近いか、高校の入試を受けるわけで、その時感じた時に、その高校の美術の先生にちょっと自分の絵を見てもらったことがあるんです。で、どういう勉強の仕方をしたらいいかと言いましたらね、その先生が、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像があります、有名な、はい、あれを模写しなさいと言われましてね、あとは、まあ、線の引き方がもう逆の引き方になるし、あの線のおしゃっていうのは難しいなと思いながら描いた記憶がありますね。いや、確かにそうですね。でもみんな名作というか名画の自画像ですね。あのデューラーの自画像とかね。デューラーがありますね。レオナルドの自画像のあの目もすごいなと思いましたけどね、気
日見てきた運慶のあの目の素晴らしさっていうのは感じられましたね。そうですか。はい。運慶でまだ行ってませんけど、ぜひ見てみますね。じゃあですね、まあいろいろ、話をし始めるといろんな話題が出るとね、ちょっとあの話題付けに出てくるでしょうけど、じゃあ最後に、まあ、一言ということで、先生、ね、まあ、今までの話の中でも何度も出てると思いますけど、まあ、ズバリ、まあ、デッサンとは何かということについて話してみてください。デッサンとはやはり自分探しであろうというふうには思います。そうですね。はい。それはあの自分の顔を描くだけではなくて、いろんなものを描いてみるということでも自分の才能って見つながっていくんだろうと思いますね。そうです。まさにそういう意味でいくと、いわゆるその絵を描くということを生業としている人だけではなくて、はい、我々、まあ、多くのほとんどみんなが同じことが問われると。はい、いうことですよね。ですからそれで自分を発見する一つのデッサンをすることでね、はい、何かをつかむ。誰でもやろうと思えばやれるものだということですよね。やれるものだといいますか、そのやることで、自分を発見する。でそれが自分の何か人生に、ね、新たなものを与えてくれる大きな要素ということですよね。一番単純な紙と鉛筆があればできることですか、ね、できることですよね。子供たちを普通にやるわけだからね。だから大人になると構えちゃって。いや、実はね、この秋にも市川市で市川市に向かってデッサン教室の姿になるんですよ、はい、そういうことでは皆さんにデッサンを親しんでもらえる。そうですね。なんかその絵を描くっていうとすごく逆に構えちゃって、絵の具を揃えてみたいなところから入るんですけど、おっしゃるようにまさに紙と鉛筆でできると、はい、考えてみればみんな小さい時はその辺にあるものを描いてたこともあったわけですからね、うん、それと物を見る原点というものを皆さんにね、うん、学んでもらえる。そこですね、はい、うん、そこを学ぶと、うん、でそういうものの一つの学びとしてデッサンというのが出展される作品を通してあのデッサンが最終的なこういう方向になるんだっていう発見の場でもあると思います、はい。